じゃあ今回は第2回目ですので、検査室から、画像測定器を紹介します。この機械は、キーエンスの6225、簡単に置くだけで計測ができます。ここの範囲内に置けば、誰でも同じような測定結果が得られます。このボタンを押すだけで、測れます。はい、このように、出ました。穴径が 12.497mm で、これをプリントアウトすることもできます。プリントアウトするときはこのプリントのボタンをピッと押すだけで、隣のプリンターからデータが出てきます。はい、このように、計測データが、瞬時に数値になって出てきます。これ連続データとかも測るときには、適してますね。で、同じように同様にして、ちょっと数物 のデータも取りたいと思いますので、5個、ちょっと今から簡単に測ってみたいと思います。これ連続で測ることもできるの？連続で測れます。そうですね、100個まで測れます。100個まで。これで内径と外径が出ましたね、瞬間的に。で、これ1番のデータですね。はい、じゃあ先ほど取りましたデータが、このように、ちょっと3番目が、さっき NG が出ましたんで、ワーク1、2、4、5とこういうふうに数値が出ましたね。はい、じゃあ今回はキーエンスの画像測定器6225を、紹介しました。また次回ご期待ください。